いやー、あのバスターズの始まりのとこね、ちょうど何も読む気が起きなくてね、その時にあれポチポチ押してたから、まあ気になり文章読みれなかったって人はね、ちょっと戻って読んでみてください。でちょっとここまでのストーリー録画はちょっとどうしようかなって考えてますね。はい、どのタイミングに出そうかなってね。浅い浅いぞお前ら、40秒で集合だと言っただろう。そんな無茶な無茶なものか、段々坂100周マラソンに比べたら軽い軽い。おー、代名詞来ました。さあ、お前らがどれだけ鍛錬してきたか、俺に見せてみろ。バトルやん。だから、これまだ編集してないけど、ストーリーの動画。これ編集したら何本分ぐらいになるんだろうね。追撃！お、吹雪姫の追撃初めてじゃないこれ。さあ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 。やるじゃないか。それでこそ、バスターズ隊員だ。この世界でバスターズ隊員として入った覚えはない。いやいや、俺たちは隊員じゃないから。来ました、ライム読みです、はい。この人には何言っても無駄にゃん。脳筋。まさにその姿。ねえ、早く協力を頼みましょう。そうだった。あのね、ブリー隊長、実は、ということでね、こう釜に入っていったところに持ってってってことですよ。というわけなんだ。お願いします。おぉ、渾身。渾身のお願いします、出ました。こいつはとんでもない時代になってきたぜ。まさかあの地獄の釜が開くとは。知ってるんですか？いや、知らん。帰ってくれ。なんだあんた。知らねえのかよ。紛らわしいって。こんなドアップのブリー隊長サムネにするしかないだろ。ははは、気にするな。よし、臨時バスターズ本部の設営準備だ。場所は過去の妖魔界、釜茹で地獄が現場だったな。さあ行ってこい。ウィスパー、今からバスターズ基地を設置するぞ。今からでミス？しっかりしろ。詰め込め言うな。いいからさっさと行くんだ。ぶっかりめして。おー。今から。相変わらず人使いがないです。ゴーゴーゴー。リバニャン、緊急集合だ。バスターズメンバーを呼んでこい。もう指揮官としての能力が健在。だるいんですけど。たるんでる暇などないぞ。隙あらば筋トレ。すげえな、この人。あ、妖怪か。秋のり師匠、なんかすっごいことになってきたね。ああ、男のロマンの匂いがするな。お前たちも用意ができたら、釜茹で地獄に集まってくれ。うん、分かったよ。おお、新生バスターズの指導だ。おお、迫力すげえな、おめえ。おめえ、迫力すげえな。釜茹で地獄な、なるほどね。あ、証明写真もあんね、ここ。駅前に証明写真珍しくない？ちょっと。自由研究で自動販売機の数を調べてるんだ。
どんな意図で置かれたか考えてまとめればいい研究になりそうだと思わない？でも見てると喉が渇いちゃってついジュースを買っちゃうんだよな。そうなんだ。自販機のジュースってなんか突然魅力的になるよな。で、こんなのこのこ歩いていかずに未来に飛べるんですよ。あ、妖魔界だったわ。釜茹で地獄にワープしますと。いや、運が今日やっぱ便利だね。非常にありがたいですね。さあさあさあ、釜茹で地獄。これだから見たことない人新鮮なんじゃない？これ、かなり。この世界いいっすよ、結構。楽しいよ。ほら、足つぼもあるんだよね。ということで、釜茹で地獄に行くんだけど、いや、こっちは初めて来たな。あ、え？バスターズだ！おーい。本当に臨時で建てたんか。嘘だろ。あ、え、ちょ、待ってよ。アトラクションじゃん。遊園地すぎるな、これなんか。まがまがしい遊園地だ。ちょっと行ってみようか。立ち入り禁止ですけどね。ガチガチじゃん。わー、なんか本当に男のロマンだな。ちょっと。テンション上がるね。ここが臨時バスターズ本部。すごい。ヒーローの秘密基地みたいだ。そうそう、それだ。シーン、例えうまいな。あ、ふぶきちゃん。ふぶきちゃんが現代っ子だ。いくらなんでも特艦工事すぎるにゃん。もうヘロヘロでいいっす。親方もいるね、ジミーも。お前ら、集まったな。今回のミッションはいつもの鬼時間じゃない。世界を超えた妖怪退治だ。俺たちの相手はどの世界にどれだけ潜んでるかわからんぞ。だが俺たちバスターズにとってはなんということはない簡単なミッションだ。そう、ちょっとね。なんせ心は強いオッチャーたちが力を貸してくれるからな。へへ、流せとけ。そっか、ウォッチャーも共にか。妖怪だけじゃねえんだ。そしてこんなこともあろうかとバスターズ協会は特別な扉を用意した。バスターズゲットでプラッと世界を越えてプラッとパトロールしてこい。あ、そういうプラプラ。あ、そういうこと。プラプラバスターズ出動だ。あ、そういう意味でのプラスプラスってこと。ということで、これが、このゲームのアップデートですね。最大のアップデートですね。爆速コーチもね、元気ですね。ねえ。親方もいるね。こういうバスターズ基地も悪くないな。そうか、ジミーもいらっしゃるわ、ちゃんと。ジミーに準備中です。ねえ、だいぶ準備整ってる感じするけどな。これよく集まってくれたな、それでもね。やっぱブリー隊長の熱い信頼か。だからみんなこうやって集まってくれてんのか。もう、フルメンバーですね。で、みんな大好き、ふぶきちゃんね。こんにちはと。あ、ちゃんと顔を上げて話してくれるんだ。なんだ。そこら辺ちゃんとしてんな。地獄なだけあって暑いわね。温泉ばっかりで、氷風呂とかないのかしら。確かに、釜のさ、これだって見てこれ。この、怖い。熱気がムンムンだろうな、ここな。だって、ここめちゃくちゃ暑いでしょ。ここ触ったら火傷とかあるでしょ、普通に。まさかこんなところに基地を作ってしまうとは、まあ、住めば都と言いますしね。なるほどね。結構、突貫工事ながら前向きですね。